皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は9月前半発売付録追加情報をお伝えしていきたいと思います。9月5日ヒステリックミニショルダー MacBook パンダミニバージョンとイエイエイエイバージョンが発売されます。こちらはローソンで販売されます。大人気ブランドヒステリックミニのブランドブック登場です。スペシャルアイテムはミニサイズのショルダーバッグ、ミニちゃんと仲間たちがプリントされたにぎやかなプリントのイエイエイエイバージョンと、パンダの着ぐるみを着たミニちゃん柄が可愛いパンダミニバージョンの2種類から選べます。コンパクトなサイズながら仕分けで収納できるフロントポケットや、さっと取り出しやすい背面ポケットなど使いやすさにこだわっております。ミニ財布やスマホ、ハンカチ、リップなどお出かけの必需品をひとまとめにできる優秀アイテムです。大人と子供が兼用で使えるのも嬉しいポイントです。9月6日仮木60ファンブックが発売されます。広い世代に人気のロングライフデザイン家具仮木60のファンブック登場です。付録はまさかの本物素材、モケットグリーンを使用し、ケーチェアの縫製をイメージしたデザインポーチです。ご覧ください。あのモケットグリーン素材が持ち歩ける激レアアイテムとなっております。どこでも馴染む落ち着いた色合い、そして何でもまとめて入る便利なペンポーチです。もちろんオフィシャルタグ付きで仮木ファン必見のアイテムとなっております。9月8日キューンレッドタンブラーブックとブラックタンブラーブックが発売されます。こちらはローソンで販売されます。キューンから待望のタンブラーが登場でございます。選べるブラック、レッドの2色展開、もうおなじみホットにもアイスにも使える真空断熱二重構造タンブラー、キューンのウサギが総柄になった目を引くデザインが魅力的ですね。中央のうさぎ吹き出しにも注目です。コンビニのカップコーヒーがすっぽり入る便利なサイズ感、お家でビールタンブラーやコーヒータンブラーとしてはもちろん、ドライブなどのお出かけにも使えますよ。キューンらしさが詰まった8ページの冊子にも注目です。9月11日アフタヌーンティーリビングコレクションポーチブックが発売されます。ライフスタイルブランドアフタヌーンティーリビングからオリジナルのタータンが大人かわいいコレクションポーチが登場です。6穴バインダーの中にクリアケース4つとメッシュケースがセットされたコレクションポーチは、細々とした雑貨を一目で分かりやすく収納できるので、推し活や家計管理、旅行など用途に合わせて使い方自在です。高級感のあるサフィアのレザー調素材に色使いが可愛いタータンを乗せて、手に取るだけでワクワクするようなアイテムとなっております。9月15日猫のダヤンスマホショルダーバッグブックが発売されます。出ました、猫のダヤンのスマホショルダーバッグです。ご覧の通りダヤンのイラストを型押ししたレザー調のスマホショルダーバッグとなっております。すっきりとしたお出かけスタイルにもぴったりな大人かわいいアイテムに仕上がっております。ショルダーストラップはアジャスターで長さの調節が可能、カードポケットがたっぷりついているのでお財布としても使えますよ。スマホ、ハンカチ、コスメも入るので日常使いはもちろん、旅行などにもとっても便利なスマホショルダーバッグ、おすすめです。9月15日デイリークリップ整理整頓が叶う仕切り付きインテリアバッグブックプロデュースドバイ高山美也子が発売されます。スタディオクリップより新たに誕生したインテリアブランドデイリークリップから初となる公式ブックが登場です。ポイントはこちらです。メガネやスマートフォンの収納におすすめな外ポケット付き、間違が広くさっと出し入れが可能です。そして長財布が縦に収まるサイズ、インテリアバッグとしてはもちろん、お出かけバッグとしても優秀です。 500ml ペットボトルが自立するサイズのポケットを装備、リモコンなど立てておきたいアイテムの収納に便利です。仕切りには細かいものの収納に便利な内ポケットが2つ、ペンやお薬などの収納におすすめです。インテリアボックスとして使用する際は持ち手を内側にしまうとスタイリッシュになります。小さなこだわりポイント。さらに水回りやお弁当バッグとして使用する際も安心な水をはじくコーティング付き、汚れもつきにくいので安心です。いかがだったでしょうか。ここまで9月前半発売付録追加情報をお伝えしてまいりました。9月も盛りだくさん、気になる付録は早めにチェックしておきましょう。ということで今回の動画は以上です。また次回お会いしましょう。さよなら。